ペレコープは、ウクライナ本土とクリミア半島を結ぶペレコープ地境にある村。オルカピ要塞がある場所として知られる。ロシアの2014年、クリミア連邦管区国勢調査によると、人口は919。ロシア語で、とは、文字通りには、遮断口、横溝を意味する背後あるいは、方言語意である。古代では、タフロスというギリシャの集落であり、 ペレコープチ境を通る溝が防御線となっていたが、15世紀から16世紀には、クリミア半国のメングリ一世議令とその、息子サヒーブ一世議令が新しい溝と防壁を作り、オルカピ要塞を築き上げた。オーストリアロシアトルコ戦争中の1736年に、ブルクハルト・クリストフ・フォン・ユンニヒ元水によって、強襲、占領され、1738年には、 ピョートルラッシが要塞を再び占領した上で爆破して溝の大半を破壊した。要塞は1754年にクリムギレイによって再建されたが、ペレコープのギリシャ人とアルメニア人住民はペレコープからサンマイル南のところで新しい集落を建設した。ペレコープはロト戦争中の1771年にロシア軍に占領された後、 クリミア半島全体と共に1783年にロシア帝国に併合された。ロシア内戦中の1920年のペレコープチョーンガル作戦では、白軍のピョートル・ブラーアンゲリがクリミア半島から追い出されたが、同時にペレコープの街もほとんど破壊され、その12年後にはソビエト連邦がペレコープから 32km 南のところにクラスノペレコプスクを建設した。 第二次世界大戦中、ペレコープは、クリミア戦役により、ドイツ国防軍によって1941年9月27日から1943年11月1日に占領された。1941年のドイツ軍による占領と1943年のソ連軍による再占領はいずれもクリミア半島をウクライナから切り離すことを目的としていた。ありがとうございます。